3年前から行っている共同研究で特に印象的なのは、研究を次々と実装する速さです。これはその研究開発ビジネス、この垣根のない体制、それからその AI の技術力、これが高いサイバーエージェントさんならではの強みだと思います。最先端だけれどもちゃんと安定して動く、保守性が高い、頑健なものなどをきちんと選定した上で取り組んでるなっていうのが印象的でした。共同研究においてもうちゃんとアカデミズムに対する貢献というのを意識してくださっていること、それから実際にそれでパブリケーションとかでどんどんアカデミックに貢献してくださっている。